はい、どうもかげです、ドラフト大卒のみでペナントセースやっていきたいと思います。ドラフト、いきなりドラフトか、いきなりドラフトなんですが、ドラフトなんですが、いきます、ドラフトに。誰かいい人がいるかな。今年はね、大学生を発掘したので大学生がいっぱいいるんじゃないかという、そういう、やっぱいっぱいいる、いっぱいいる気がする。今までよりいっぱいいる気がするんで、ちょっと見ていこう。社会人を取らないように大卒だけっていうくくりで並び替えれないのかな。並び替えれるっけ。社会人、高卒、年齢でしょ。これだと社会人、社会人、やっぱ無理なんだ。それはできないのか。紛らわしい、取らないようにしないって。お、西塚いいね。149キロ投げれるし、チェンジアップがある。うん、お、こいつもいいね。七尾、三球種あるし。ああ、大八木もいいな。おお、こいつもいいな。あれ、今年結構ピッチャー豊作なんじゃないか。でもドラフト1で多分こいつら全員消えるかな。どれか1人か。西塚気になんだよね。でも七尾かな。コントロールがちょっと気になるんだけどね。七尾のコントロール F の可能性もあるか。西塚は最低 D だからね。これはいい、どっちを取るかだね。3球種でも西塚に1球種覚えさせたらいいんでしょ。4、うーん、これは西塚じゃないか。キャッチャーは大卒ゼロか。お、おお、すごいすごいすごい。おお、これいいな。ナンバーワン内野手。おお、こいつもいい。おお、なんだこいつ。おお、ショート、守備がいい。今年結構豊作じゃないか、これ。でもやっぱまあ、ドライチはやっぱりピッチャーかなっていう、そういう思いがありますか。西塚を取るか、安永を取るか。俺は西塚が取りたい。個人的ななんか好きな感じっていうことで西塚を取ります。 OK、 単独でドラフト2巡目、誰が残ってるかな。あー取られたか。あー取られたか。親木も、あー野々垣も結構いいんじゃないか。あ、七尾残ってる。七尾を取るか。これは七尾を取るか、野手を取るか。やっぱ野手いないからね、野手中心に取ろうかな。こいつ気になんだよね、浦田。あ、結構野手取ったのか。野手を中心に取っていったらね、コンピューターは先に。こいつか。 C60 確定か。65、まあ60ぐらいでしょう。足も速い、守備がちょっと下手くそ。サード、7を取りたいな。でもこれ取らなかったら次取れないよね。でも2連続投手ってなるとやっぱ野手も欲しいな。野手の目玉も1人は欲しいから、浦田か、浦田か、やっぱ浦田かな。足も速いからね、浦田にしよう。これでピッチャーが残ってるのか、果たして残ってないのか。あー、七尾中日か。中日は2連続投手でいったか。まあまあまあ、しょうがない、それはしょうがない。分かってたからね、取られる可能性があるってことを分かってね、俺は野手を取りに行ったんですけど。まあ今どちらかといえば野手の方が足りないからね。野手誰かいるかな。外野は、あー取られたか。うん、まあ取られるよね、そら取られるか。うん、しょうがないな。ピッチャーかな。
野々垣、野々垣はいいんじゃないか結構。安永もいいな。コントロール考えると野々垣の方がいい気がする。野々垣にするか。で大学生、お横川、大友、安永まだ残ってんのか。安永取ると考えて、あと誰か野手取りたいな。土橋サード取ったからね今年。サードは補強ポイントではないんだよね。こいつはちょっとね、さすがにミートが低すぎるなこれは。特に野手はいないな。キャッチャーもいないし、こうなるとピッチャーか。安永だね。どうしようかな、もうこれで終わろうかな。あんま今年もそんなにいいのいないからね、無理して取らんでもいいんじゃないかという。土橋をどうするか。これでも取ってもね、使えそうにないんだよね。サードしか守れないし、取っても内野のユーティリティで取るぐらいなんで、それだったらわざわざ取らなくていいかなっていう。また来年以降にかけた方がいいんじゃないかという、そういう考えもあります。今年ちょっと少なかったな。今年はいいのが多かったんだけどね、いろいろ取られたからね、いろんなチームに。今年は4人、いろんなチームにいろいろ取られまして、今年はやっぱり4人っていうことで結果になりましたね。ドラフト発掘、お任せ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 、お任せでいこう。大卒、うちショートゼロなんだ。あ、ショートじゃあ取ろうか。ショート守備がうまい大卒。ショートは一応モレルでやってもらってるんで、まあ、来年ぐらいには取りたいなっていう話をしてたな。ショート誰かコンバートさせるか。丸が帰ってきた。99打点か、もったいなかったな。この成績で99打点ってことは3番かな、2番かな、3番か、3番ぐらいで使われてたのかな。ポスティング、お、ソフトバンクのこれは誰だ、岩崎かな、東山か。18勝3敗。これは言ってもいいんじゃないか。負けないエース。FA 交渉は誰だこれ。あ、則本だ。大野。松葉。太田大使。太田 FA すんのか。太田がジャイアンツいったら面白いんだけどね。太田アビヒついてるし。太田がアビヒついてます。あ、中田だ。田島、秋吉、金子、T 岡田、 T 岡田のパワープロめっちゃ強いよね。3割30分100打点してるし。マッスーだ、マッスー。果たして太田大使はどこに行ったのか。則本阪神、大野阪神、阪神がすごい補強している。太田がヤクルトか。阪神これいいんじゃないの。エース級のピッチャーが2人来るって、これはだいぶ強くなるか。だいぶ出費だな。重契約、あ、松田マッチが重契約だ。へえ、結構早く重契約なんだな。38歳、イケメンヒットメーカー下園重契約です。あ、吉見も重契約なってる。まだ中継ぎならできそうだけどね。ドリス、ロジャース、ロジャースはちょっとさよならしようか。ロジャースとさよならしよう。ボリジャン選手を使っていきたいんでね。カルカス強いんじゃないかこいつ。アビヒついてるしね、そこそこ打つんじゃない。30歳か。そして能力衰えてるもんね。そして社会人卒の、ま、松藤さん、間違い取ってしまった松藤さん。東名とこれなんて読むんだ、二歩、海外留学、果たして誰を生かせますか。チャイナしか行けません。チャイナしか行けないってなるとな、誰行かせようかな。浅野っち、こうなるとピッチャーちょっと生かしてみようかな。こいつとか生かしてどうなるか、三井とか生かしてどうなるかはちょっとね気になるからね。コントロール16、それがちょっとふざけすぎか。
もうちょっとちゃんとしてるやつに行かせようかな。カジュアルとか行ってワンチャンなんか打たれず軽い球消えたりしないかな。こいつらに行ってちょっとなんかワンチャン赤と服消えたりしないかな。多分消えないと思うけど、まあいいや、生かしてみよう。よし、春季キャンプやっていこうか。じゃあここはカットします。練習指示終わったんだけど、そういえばうち外野が3人しかいなかったか外野が3人しかいなかったんで、1人ちょっと浦田、今年ちょっとドラフトで取った浦田を外野のサポジを募集しました。内野手が多かったな。ちょっと来季ちょっと外野を取ろうか。ショートもいないし外野もいない。ショートと外野か、補強ポイントは。そのオープン戦行く前にちょっと新獲得選手の紹介をしようかな。どっからだ、采配か。違う、采配、選手情報、選手名鑑から、今年取った選手、ドラフト1位の、西塚だ、ちゃんと大卒ですね。2022年ドラフト1位、奈良県出身、右投げ右打ち、多彩な変化球を操る新人は、フィールディングよくピッチャー返しの処理がうまい、打球反応丸ついてるからね。で、変化球を3球種にしました。これはエース格じゃないか。で、ドラフト2位の、浦田。サード、セカンド、外野が守れる。浦田拓也。俊足が武器の新人ナイス。走り屋なんだね、この人。走り屋って早熟説がすごい、早熟感がすごいからね。チームプレイもある。野々垣。左投げ、ドラフト3位、大卒です。ちゃんと大卒ですね。兵庫県じゃなくてよかったね。あ、それ野々村か。それ野々村だね。しかも乱調ついてるじゃん、こいつ。こいつ乱調ついてます。野々村かと思ったね。乱調ついてるから。回をまたぐと突如調子が乱れて相手打者を勢いづかせてしまうことがある。しっかりしてよ。ドラフト4位、安永。和歌山県、左投げ。これも左投げか。出た。ドクター K。うちにいっぱいいるドクター K ですよ。まあ、これは悪い特殊能力も特にないんでね。クイックいいぐらいか。まあ、別にクイックいいはそこまであれなんで、全然いいんじゃないか。いいピッチャーなんじゃないかという、そういうイメージはありますが、果たしてどうなんでしょうかね。抑えれるのでしょうか。開幕投手は西塚くんにやってもらうのかな。野々垣もいきなり入ってるね、ローテ。ローテではないのかな。誰を。マスコダガマを入れるのなら他の選手を使いたいな。浅野さんとか使いたいね。抑えは国木なのか。抑えは国木でいいのか。いや俺は萩原だと思うね。抑えはまだ早いと思う。国木まだ早いよ。藤島コントロールがねもうちょっと良くなったらね使えるんだけどね。まあ、先発はこんな感じでいいんじゃなかでしょうか。新人を開幕投手にさせるといううちの伝統があるんでね。クソみたいな伝統があるんだけどね。ここら辺がひどいな。調子次第、リード時ビハインド配線処理、ビハインドリード時トモエをセカンドでもう使えるんじゃないか。セカンド D になった。あ、でも森口がいるのか。あ、そうか、森口がいるのか。うちそうなるとトモエをどうしようか。ポジションが被ってるから外野に置いてもいいのかな。でもせっかく上げたからねセカンド。まあとりあえず DH で使ってみるか。まあ、トモエが打ってくれるかも分かんないしね。3番に置きたいな。塩谷はもう8番。浦田にちょっと外野を沸かしたいんだよね。 G9 はさすがにまずいか。さすがにまずいか。とりあえず塩谷を置いてみよう。3番ショート漏れる。4番 DH トモエ、5番サードアクネ。モレの足走力 D だからとりあえず3番に置いてみよう。対左強い人いますか。特にいません。弱い人は
特になし、弱い人もなし、強い人もなしということは、でも使い分けた方が多分能力的なことを考えると使い分けた方がなんかいい成績残すんだよね。ちょっと使い分けてみよう。なんか知らんけど使い分けた方がいい成績残すのはなんでなんだろう。やっぱ短い打席数少ない方が打てんのか。 G6 だけど使ってみよう、外野で。大沼ダイソー要員、代打に、浦田ダイソーもできる。守備要員、セカンド森口いるからね、特に守備要員になる必要もないんだが、代打で誰を使うか、あと1人代打枠、チャンスメーカーついてるし、とりあえず代打にしてみようと。よし、1年間これでやろうか。うちも1軍がね、いっぱいになってきましたよ、人。4番ショート、もぎ。3番、柳田。4番、もぎ。負けます。いや、ルーキーじゃ荷が重いから、開幕投手は。どうしようかな。その時の調子で決めよう。調子いい人がエースです。今年の調子、開幕戦で一番調子良かった人がエースにしようかな。お、勝った。あれ、飯山さん。やっぱ飯山さん、ちょっと、これは、やっぱ飯山さんエースかな。やっぱりこのオープン戦のこの活躍を見せられたらね、俺もね、てか、相手はこれ買ってなかったな、練習機材。そういえば練習機材全然買ってなかったな。今、あれいたよね。今成いたな。今成いた。今成一軍いるんだ、阪神の。上がる。ペナントレース開幕戦、果たして今年はどうなるんでしょうか。まあ、去年よりはさすがに強くなってくれないと困るんだがね。やっぱエースやっぱ飯山さんだな。調子もいいし、まだ早かったわ。やっぱ西塚なのか分からないが、西塚だったね。西塚にはまだ早いよ。調子いいね、松屋さん。松谷さん。使う？松谷さん。やめとこう。お、3番ライト、大谷。大谷は別に開幕投手じゃないんだ。中村、セカンドに中村が入った。横尾 DH、松本がファーストか。高木っていうのはオリジナル選手かな。四国のドクター K、飯山。うちはドクター K いっぱいいるからね。大体ドクター K だからね。うち大体ドクター K だから。ん、エース。うちのエースが7回4失点かな。多分7回4失点だと思う。あ、6回4失点だった。あ、ホームラン2本打たれてる。曽川が無失点ピッチング。横尾と中村翔吾にホームラン打たれたな。どうなんだろう、今年。モレルのね、ショート適性も上げたんでね、そこそこ守れるんじゃないかという、そんなお話をしていれば、開幕まさかの6連敗いきなり。そして1勝したがまた負け出した。あー、曽川が1週間の怪我した。あ、これは、全然勝てない。え？俺もっと勝てると思ったんだけどね、今年。松屋が1週間の怪我。これ今年無理なのかな、まだ。やっぱまだ川柳17対12とかいう試合してんだけど。17対12とかいう試合して、そして塩谷が怪我してしまった。これは外野裏田しかないんじゃないか。4割打ってるけど使ってみる。4番で使ってみよう。やっぱ今年も果たして厳しいのでしょうか。お、選手を入れ替えたら勝てるのかな。これ入れ替えてすぐは勝つんだけど、またそこから負け出すという。もう15ゲーム差ついてるからね、交流戦入るまでで。交流戦入りますが、なかなか勝てないシーズンが続きますね。
まあでもそんなもんなのかな、やっぱり。白倉がノリノリ。白倉はレギュラーで使ってるんで、そのまま覚醒してくれたらいいんだけど、椎橋がスランプになりました。やっぱまだ勝てないかな。どうしようかな。ちょっと思い切って飛ばすのもありなんじゃないかという、そういう感想もありますが、果たしてどうなんでしょうか。それでいいのか。飛ばしちゃっていいのか。そして先発がいないな。白倉とモレルがノリノリですか。思い切ってシーズン終了まで飛ばそうかな。飛ばすか。よし、今シーズンはちょっと思い切ってシーズン終了まで飛ばして、まあ多分最下位だと思うけど、ちょっと早めにね、このパートで次のドラフトまで行って、テンポを良くして早く勝てるようにやっていこうかなって思うんで、今シーズンはちょっと飛ばしたいと思います。はい、どうぞ。よし、シーズン飛ばしました。6位ですけど、去年よりは勝ってると思う。だいぶ勝ってる。去年より11勝プラスだね。やっぱり強くはなってるね。まだ100敗を回避できないけど、もうそろそろ100敗回避を目指せるんじゃないかという、そんな感じですが、交流戦は最下位。5.42。2割6分。でも打撃陣は上がってるね。打撃陣の成績は上がってるんで、ピッチャーはもうちょっと頑張ってくれたらね。あと、規定は0。先発がひどいです。5点台、4点台。全員4点台はもう無理か。全員4点。中継ぎもね、全然いいのがいないからね、一人も。清田ぐらい ?3 点台で頑張ったのが清田。あ、でもチックも頑張ってるか。チックも2割じゃないわ。2.79 か。すごいな。それぐらいですね。最多勝は西塚。新人でチーム最多勝。打撃陣はいいよ。白倉3割1分2厘。多分逆境丸が効いてるんだろうね。うち大体逆境だから、多分逆境丸で稼いでるんだと思います。打点を、打率を。で、森口も1番として活躍してくれたよ。浦田もね、外野でそこそこね。 G9 しかないけど外野。アクレもホームラン2桁本塁打、おめでとうございます。2桁本塁打は1人。森口のエラーが29。森口29。エラーがすごい多い。森口そんなエラーすんだね。そこまで悪くないのにね。守備は。選ばれず。なんかロメロがすごい。あ、新人王浦田だ。なんかロメロがすごい成績残した気がするんだけど、確か。なんかロメロ、40本ぐらいね。なんか、シーズン、あれ何か、オールスター前で40本ぐらい打ってた気がするんだけど、最終的に何本いったんだろう。あ、49本か。でも147打点すごいな。ロメロがなんかすごい成績になってる。ロメロもやばいし、丸もやばいな。え、丸ホームランの44本打ってる。そして守備うまいからね、こいつ。丸、やば、パワー S だし。え、丸めっちゃ強くなってるじゃん。ロメロ、丸、ウィーラー、メヒア。そして甲斐ね、32本。キャッチャーでそんだけ打つと。そんなキャッチャーがうちも欲しいよ。監督は井口さん。井口さん5年目。まだ井口で行こう。コーチをちょっと変える時期が来たのか。あ、森野。あ、森野とかいいな。あ、森野やってもらおうかな。森野にキャッチャーやってもらおうと。今年コーチはそのままでいっか。打撃コーチ森野、中日からちょっとね、森野を呼んできました。スカウト、このスカウトにしようかな。どうしようかな。これやっぱ金高いかな。いや、もう思い切ってやろう。でもスカウトをいいのにしないといけない、強くなれない気がする。まだ早いな。と思ったけど、まだ早かった。赤澤。あれ赤澤さんだっけ俺。え、違う。村越、あれさっき俺誰だったっけ。まあいいや。村越さんやってもらおう。前も村越だったっけ。じゃあ契約更改やってきまーす。よし、年俸の調整をしました。やっぱみんな高いのめっちゃ供給してくんな。古田留学行ってらっしゃい。ムード丸、ムード丸、ムード丸、ムード丸を覚えてもらおう。
古田さん、留学してんのに次多分三塁コーチにいるんだよね。毎年そうなん。このバグちょっとなんとかしてほしいね。守備走塁コーチ留学してんのに三塁コーチにいるバグ。それを直していただきたい、俺は。よし、ドラフト行こう。外野とショートを取らないといけない。でもやっぱり、どこを、やっぱいい選手を取ろう。いい選手を。俺はもういい選手を取りたい。ポジション関係なくいい選手がいたら取ります。どういうのがいいのかなっていう。あ、イロハスだ。一式イロハがいる。これ取りたいな、イロハス。大卒ピッチャー。終わりか。あ、ピッチャーは今年微妙だね。野手。キャッチャーこいつか。ショートがいるはずだ、いるはず、ショートが。お、うん。お、うん。お、うん。おー。これはいいんじゃないか。大学ナンバーワンショート。セカンド、ショート。有田じゃないかな、ドラフト1巡目は。あー、やだ。いや、有田だな。やっぱ補強ポジションから取ってこう。まずやっぱりうちはショートが足りない。次だ、次。あー、残ってない。まあそらそうか、そらそら残ってないよ。そらこんないい選手残ってないね、普通は。しょうがない、しょうがない。お、でもこいつも残ってる。セカンドで、セカンドでうちいるんだよね。セカンドいる。どこが足りない。うち外野だよね。ピッチャーを取ろう。安江。あー、イロハス取られた。宇都宮。ピッチャーも特にね、アッキーのこいつ一球種だからね。安江ぐらいかな、取るとしても。でもうち、これ取ったらまた次も取れるからね。次もレンジャーなんで、うち、あれ違うかった。違うかった。全然違うかった。あ、ハスタ取られてる。まあ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 、補強ポジションとは違うんで、それだったら野中取った方がいいかなっていう、ショートの補強ポジションなんでね。セカンドはまあうちいるんでね。野中か。やだ。でもやっぱショート取った方がいいよね。こいつサーポジでサードを守れるから、野中を取ろう。ここが連チャンなのか。野中取りの、矢田も取れる。野中も矢田も取っちゃうか。そして外野にコンバートするっていう、そういう作戦もありなのではないか。塩原。パワー F から D ってだいぶ差があるな。塩原を取るか。そうやって矢口取ってから塩原取った方がいいな。どうせ塩原、あれ大丈夫でしょ。大丈夫です。で、ピッチャーを取ろう。今年でもいいピッチャーいないからね。秋のぐらいかな、取るとしても。あ、こんなやついたっけ、平戸。平戸取ろうかな。平戸鳥居の、秋のをどうするかだね。一球種か。やっぱ微妙なのかな。とりあえず取っとくか。よし、終わろう。今年は何人取ったかな。有田、安江、野中、矢口、塩原、平戸、秋の。お、菊池が帰ってきた。丸の後、菊池が帰ってきた。どこ行くのかな。あ、じゃあ交渉しない、交渉しない。ミスった。お、ポスティング。あ、東山2年連続却下されてる。かわいそうに2年連続却下されてやがる。お、筒香が FA 宣言。浅村が2回目の FA かな。千賀、お、20勝してる。勝利を呼ぶ投球。筒香、不屈の男。
秋山、恐怖の核弾頭、山安、筒香山安が一気に FA か。大変だな DeNA も。近藤が全然ホームランを打ってくれない。ソフトバンク武田と千賀と森とかいうピッチャー3人 FA されてやがる。されてやんの、されてやんの。でも武田はなんかあんまりいい成績残さないな。5点台。都合が DeNA、 秋山セーブ帰っていった。カープが千賀山安の両取りだ。中日が竹熊武田の竹竹コンビを取ったね。おお、ジャイアンツばっかだ。19、誰だろう。お、松山これで19か。まだまだできるでしょう。あ、よし終わろう。小山がキャージンに帰ってきて、竹内が楽天。竹内すごいな、よう拾われるな。ロペスもジャイアンツ帰ってきた。なぜクビにしたロペスを。海外留学、コリアリーグに行きます。どこに行こうかな。アフリカゴールデングラブ、奇数年ベスト9、優勝したらアメリカ行けんだ。交流戦許したメキシコ、ファンが40万人以上。まあコリアかな。今年取った人を生かしたいな。有田みかん、みかん近畿のスラッガー、3位のスラッガー、スラッガーばっかだ。でもうちピッチャー生かした方がいいのかもしんないね。ピッチャーあんまいないし。ピッチャーもやっぱ順調に育ってはきてるね、能力値だけ見ると。誰を生かせるか。やっぱり次のレギュラーになってくる選手を生かすのが一番いいんだけども、やっぱピッチャー生かしたいな、ピッチャー。ルーキーを生かせるのが一番いいのかな。伸びが悪い、こいつは。浅野。今年のルーキー誰だ。秋田。秋野か。今年はでも先発はあんま取ってないからね。安江。ここら辺を生かせるか。西塚とか生かせようかな。ここら辺を生かしてちょっとエースとして育成するか。飯山とかってまだ24歳でしょ。乱調ついちゃうからね、こういうの。ちょっと西塚ちょっと生かしてみようか。西塚と、で、有田をショートとして完璧にするのか、どっちをショートとして育てるのか。有田をショートとして育てて、野中外野に転向させよう。で、有田を留学させて、来年漏れる1年間、今年はまあ漏れる1年で我慢して、来年から有田をちょっとショートとして使っていこうかな。春キャンプじゃあ練習指示していきます。よし、練習指示終わりました。伸びてるね。モレル以外めっちゃ伸びてるね。モレルがだいぶ衰えてるから、ちょっとショートをどうしようかなっていう。今年ショート誰を使っていくのか、果たして。誰を使うのがいいのか、ショートは。その前に、新人紹介しようかな。今年のドラフト1位は、いない。ドラフト1位いなくなったんだそうだ。有田、大卒、ちゃんと大卒です、よかった。俊足が武器か、どっちだ。近畿のスラッガーなのか俊足が武器なのか。内野安打丸、まあ、留学して有田俊太。ちょっと下柳にグローブ投げ地面に投げつけられそうな名前してるけど、背番号3番、関本かな。大卒の、安江、ドラフト2、特にコメントはないらしい。そうだな、特にコメントはないな。でも、まとまった選手だね、結構。で、ドラフト3位、野中。ショートだけど、外野に転向させようかなっていう、そういう感じもあります。怪我がしやすいな。あんま飛び込みとかはやめた方がいいかな。ヘッドスライディングとかして怪我しそう。矢口、サード守れる。肩が強い。流し打ちができる。ちょっと外野もね、今年。やってみようかなっていう。まあ、肩が強いんで外野に、まあ、コンバートまではいかないけど、ちょっと外野のサポジも覚えさせようかなっていう、
四国の走り屋塩原、こいつも外野です。外野ちょっと急に増えたな外野が、平戸大卒。コメントはあホークが売りちゃんと、あ、まあ、出たドクター系、うちのよくいるドクター系です。球速が遅いね。秋の、球速はあるが変化球が一球種しかない。コメントはあドクター系だった、またドクター系だった。スラーブが売りの新人さん、まだドクター系、ドクター系ばっかだな、ね、うちのチーム。こんな感じでドクター系がいっぱい揃っていますが、果たしてみんなはどんな成績になるのかな。交互期待、みんなは果たして伸びるのか、そのまま伸びないで消えてしまうのか、どうなってしまうのでしょうか。頑張って伸びてほしいとは思いますが、いや、うちは流し打ち覚えてるからプリッター覚える。流し打ちとプリッターって両立するのかな。プリッター誰に覚えさそうかな。トモエとかにプリッター覚えさそうかな。ロマン溢れてるからね。アクネとかローボルヒッターのプルヒッター、いや、やめとこう。プルヒッターってどうなんだろうね、いいのかなプルヒッター。ちょっと一回覚えさせてみよう。トモエにちょっとプルヒッター覚えさそう。広角打法は結構能力上がるけど、プルヒッターはどうなんだろう、能力上がるのかな、能力というか成績が上がるのかな。安永、芥川、マスコがコントロール良くなったな。マスコのコントロール良くなったら先発陣に入ってきていますね。国木が抑えでいいのかな。藤島とかもね、結構いいんだけどね。えぐい V スライダー持ってんだけどね。そして萩原さんが外されました。よし、まあこれでいこう。ピッチャーはこれでいこう。野手だよね。モレルショート使うのがいいか、これ。ショート38だったら。野中使った方がいいよね、ショート。モレルちょっと2軍に幽閉しよう。もうこれで完全オリジナルチームか。オリジナル軍団だね。これでやっとオリジナル軍団が作れました。みんな調子次第で。調子次第。接戦時とかないよ。うちのチームに接戦時なんてないよ。留学生が帰ってくるまでショートをやってもらおうか。浦田は外野 F までもらえなった。どっちだ？どっちを外せばいいんだ？とりあえずこうしてみるか。3番ではない、4番だ。足が遅いし5番。あ、でも4番にするか。1番、2番。2番、足速いから2番に置きたいな。そうだね。ショートとセンターは併用でいこう。まあ、大沼ダイソー要員で、代打要員に、まあ、こんなとこか。こんな感じで、じゃあオープン戦終わりまで行こうか、今日は。果たしてオープン戦勝てるんでしょうか。負けました、1試合目。やっぱり強くなってるね。やっぱ成長してるよ、成長。みんな成長するもん、嬉しいもん。成長が見れるのが嬉しいもん。みんなの成長がね、一番のあれだから、補強だから。選手の成長が最大の補強だからね。そんなね、FL 選手取るより、やっぱり育成ですよ、育成。時代は広島カープみたいに育成してね、強くなっていきましょう。おお、DeNA が準国産打線だ。うちも準国産打線だけど、勝ちました。準国産打線同士の戦い、勝ちました。うちはピッチャー陣も準国産だからね。全部国産だよ。全部国産だよ。全部国産。国産チームだよ、国産。モレルが一人いるけど、モレルはちょっと来年、今年でクビになってもらう予定なんで、よし、じゃあ開幕戦前で終わろうか。見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。